えー、東京多摩学習センターでデッサン演習を担当する木島明ですデッサンはドローイング素描ともいい造形教育には必須の基礎とも言われております。また実際の作品制作に先立って描画対象の理解イメージの構築描画技法の検証などといった 広い意味も持っておりますこの授業では身近なモチーフを卓上に置いて鉛筆での描画を行いますデッサンの目的は造形能力を高めることにありますが造形能力は豊かな感性を育みます豊かな感性は制作や鑑賞においてのみならず日常生活や自然との関係の中に 新しい美的発見をもたらすものです。ぜひ受講してみてください。